ご注意ください。ご利用ありがとうございます。この電車は特急岐阜行きです。後ろ2両1号車と2号車は特別車です。特別車をご利用されますと特別車料金が必要となりますのでご注意ください。この先は甲、東岡崎、新岩町、支流、神宮前、金山、名古屋、鴻宮、一宮、新木曽川、笠松、終点岐阜の順に停まります。電車の運転士石原車掌中井です。神宮前まで途中ご案内いたします。お待たせいたしました。次は甲です。豊川駅方面は次の甲でお乗り換えください。途中東岡崎にこの電車13時36分支流に13時46分金山に14時3分名古屋に14時8分鴻宮に14時19分一宮に14時23分笠松に14時32分終点に到着14時37分です。お待たせいたしました。次は高です。特急特別車ご利用いただきましてありがとうございます。リクライニングご使用の際には後ろのお客様にご配慮いただきますようお願いいたします。Thank you.
豊川稲荷方面4番線を回りください。この次は東岡崎です。ご注意ください。どこに行ける？ここにいるならいいじゃないの。ご利用ありがとうございます。ご利用の電車は特急岐阜駅です。後ろ2両は特別車です。お待たせいたしました。次は東岡崎です。パカを起こしてくれる。
東岡崎に到着です。お出口は左側です。東岡崎に出ますと次は新安城に止まります。ご注意ください。
とうございました。まもなく新安城に到着をいたします。西沖の吉田川堀方面奥のホーム一里番線から発車いたします。新安城を出ますとご利用電車次は地流に止まります。この先の普通電車は犬山駅で、ここで左側停車中の電車をご利用ください。出口は左側です。ドアを閉めます。ご注意ください。
めます。ご注意ください。
ありがとうございました。まもなく神宮前に到着をいたします。小田川方面、中部国際空港、港湾、住み方面、小田根空港線、港湾線は乗り換えです。ご利用の方は向かい側方面回りください。3番線より発車いたします。神宮前で待つ時は金山に停まります。出口は右側です。開くドアと足元ご注意ください。名鉄をご利用くださいましてありがとうございます。ご利用の電車は神宮西宮方面に参ります。一部特別車特急岐阜行きです。担当乗務員変わりまして運転士山本、車掌は西原です。終点岐阜までご案内いたします。次は金山に停まります。ありがとうございました。まもなく金山に到着です。神代西原岩倉伊部山方面伊部山線ご利用のお客様と地下鉄線 JR 線ご利用のお客様お乗り換えです。お出口は右側です。開きますドアにご注意ください。特別車のドアは内側に折りたたんで開きます。ドアから離れてお待ちください。金山を出ますと次は名古屋に停まります。
を閉めます。ご注意ください。ご注意ください。
も名鉄をご利用くださいましてありがとうございます。ご利用の電車は西宮方面に参ります。一部特別車特急岐阜行きです。電車駅は高野宮、西宮、新木曽川、笠松です。途中西宮には14時23分終点岐阜には37分の到着です。列車は6両です。後ろの2両、2号車、1号車は特別車で座席は指定です。次は高野宮に停まります。特別車のご利用ありがとうございます。ミュージケットの指定番号の席におかけください。携帯電話をお持ちのお客様にお願いいたします。車内での携帯電話のご使用はあらかじめマナーモードに設定いただき、通話はデッキにてお願いいたします。Thank you.
号名鉄をご利用くださいましてありがとうございます。皆様にご案内いたします。名鉄では一度の気ままに駅前散策、名鉄駅前散歩を好評開催中です。11月は高駅周辺の駅前散策をご紹介いたしております。開催駅にて優待割引やプレゼントなど特典満載のクーポンをご用意いたしております。ぜひ11月は高駅へお越しください。いつでも気ままに駅前散策、名鉄駅前散歩のご案内でした。ありがとうございました。まもなく神宮に到着です。この先芝内長妙高地方面普通電車ご利用のお客様お乗り換えです。お出口は左側です。開きますドアにご注意ください。特別車のドアは内側に折りたたんで開きます。ドアから離れてお待ちください。神宮を出ますと次
は一宮に停まります。ご注意ください。
ドアを閉めます。ご注意ください。ドアを閉めます。ご注意ください。特別車特急岐阜行きです。次
次は笠松に止まります。ご注意ください。
今一度お確かめください。お出口は右側です。